こんばんは、吉本新喜劇の新名哲郎でございます。新名なーに始まりました。よいしょ、吉本新喜劇新名チャンネルでございます。よろしくお願いします。今日皆さん見ていただいて本当にありがとうございます。まず皆さん、本編入る前に申し訳ございませんでした。本当にマスクが声上がってくる。本当に申し訳ございませんでした。昨日の動画なんですけれども、安尾兄さんの顔が本当見づらくて、安尾さんのファンの方、新喜劇ファンの方、本当に申し訳ございません。僕のチャンネルいつも楽しみにしてくれてる、視聴者の皆さん、本当に申し訳ございません。アクリル板があんな反射すると思いませんでした。すいませんでした。本当にね、またこれを機にですね、ちょっと勉強しまして、今回はこうやってアクリルマスクとかに、していきたいと思いますんで、まあ、どうしてもなんか人数多くて、こうやって一個一個仕切っていかなあかんっていう時は、アクリル板とか、挟んでいきたいと思うんですけれども、本当すいません。では、ここから切り替えていきます。ちょっと皆さん、また怒ってますよ、これ。怒ってますよ、僕よ。僕は、本当に。僕を言いましたけども、実はですね、今日緊急で動画撮らさせていただいております。あるね、吉本新喜劇座員がこれ YouTube 最近サボっとるんですよ。ある新喜劇座員というのは小泉夫妻でございます。小泉夫妻がですね、チャンネルね、最近ちょっと1ヶ月ぐらい撮ってないんですよ。ですので今ちょうどなんか打ち合わせ中だそうなんです。だから打ち合わせしてるところをわーっと突撃しに行って、どうなってるんだよということでね、また前の秋名みたいに、これ以上のことは考えておりません。でもまあその後いろいろ理由を聞いて、また3人で楽しくトークしていきたいと思ってますんで、今日は最後までよろしくお願いします。どうなったんだ小泉さん。じゃあそんな感じでいっといてお願いします。突撃。さあ、ここで打ち合わせ中みたいなのでね、これ NGK のこれ4階がコーナーなんですよ。会議室 C でございます。さあ突撃だ。どうす、2度見、3度見、4度見、5度見か、ノーシート。じゃあもっと声高い方がいいと思う。せーの、2度見、3度見、4度見、5度見からノーシート。ちょっとすみません、ちょっとすみません、ちょっとすみません。はい、すみません。何ですか。いや、なんで気づいてなかった、ずっと。え、何もつってるの。ネタ合わせやってる。ノーシートは何今の。いや、これ俺が遊園地遊びに行った時に、うん、あの列並んでたんですよ。ほんなら隣におった中学生がやってたギャグです、うん、いや、パクんなよ。めっちゃ面白かった。めっちゃ面白いですよ。そう、その子ちょっとや、もう一から、はい、カメラの方。こっちに向かってやるんですか。一、はい、度見、二度見、三度見、四度見、五度見からノーシントいやいや、嘘笑いやん。嘘笑いしてるやん、嘘笑いしてるやん。おい、そのことで怒ってるぞ、おい。こっちは。なやろ、突撃で来たぞ、このやろ。あ、ヨウミだって、ニーナやないか。いやいや、ヨウミな、わからんか。何してんねん。え、ニーナチャンネルって出れてるんですか。もう出れてますよ、今。イエーイ。いやいやいや、やるこだよ、このやろ。銀バラ、お前 YouTube に出れるなんて。 YouTube であの有名なニーナチャンネル。いや、あの有名なやつ、カジサックチャンネルさんに出してもらって、いまいち伸びてないニーナチャンネル。カジサックさんチャンネルには出れないんだよ。あ、そっか、カジサックさんが出てもらっただけなんだよ。向こうに出たら、それはすごいことよ。そうや、うん、あ、すごいよね、あのニーナさんのチャンネルにカジサックさんが出てる時、うん、二度見した。二度見、三度見、四度見、五度見、どうしどうもう、その辺は禁止です。その辺は禁止ですもん。これはあの、今はこんな感じだけど、リアルに何回も振られてるからね。いや、竹尾さんがすごいんじゃないですか、その小学生、はい、中学生、中学生がすごいな、センスあるな、中学生。あの中学生、あれ何年前から、ほんま10年以上前の。あの、何してんやろっていうか、なんでんの。遅いな。なんでんの。どないしたの。なんでんの、あれや、物申しに来ないよ、ちょっとダメ出しちゃう、あの私たちに。そうや、何があんの、俺らに物申すか。 YouTube チャンネル出てるやれへんかな。あんたら持ってるかな、 YouTube チャンネル。おい、小泉夫妻、小泉夫妻チャンネル、うん、最近やってねえの、この野郎。なるほど、全然やって。あれやないね、あの。おい、お前だろ、編集者。今、あの、人に貸してるんですよ。貸してない、貸してない。貸し出して。はい、貸してない。私たちの、あの、家賃も、事務所なんで、うん、家賃もらっていこうかっていう感じで貸してるんです。誰も借りて動画アップしてない。な、今、1ヶ月ぐらい止まってるやろ。1ヶ月なんて止まってないです。言うたれ、うん、!2 ヶ月です。2ヶ月求めとんのか。え、返せよ。やることがないんだ。やりなさい、なんか。こっちはもう2021年になった瞬間に YouTube のやる気めちゃくちゃ下がってるんですよ。なんでよ、やりなさいよ。すごいですね、ニーナさん。いやいやいや、ようやって、逆にようやってるよ。ようやってます。だってか、その今撮ってる映像、私たちくださいよ。いや、なんでわけなあかんねん。だって全編、全編ちょうだい。はい、全編、全編ちょうだい。ほんで後編そっちに流したい。そうするやない、後編の方が。
聞いたことあります。全然の方が伸びるっていう。あかん、あかん、これはもう2日連続じゃ、こんなもう。2日連続あげるからな。もう、罰や、罰。いや、ええけど、うん、俺らもう自分らで言うのもないけど、うん、そんなに数字持ってませんよ。いや、持ってるよ。いわゆる、いわゆる数字持ってるって。持ってるのは私だけですよ。いや、人気はだから。なんでそっちだけ打つ。だから、こっからも竹をもう打つさへんから。打つぜよ。いや、肩に打つ。鎖骨見せろ。カバン中見せろ、罰や、こんなもん。どういうことや。カバン中、カバン中見せろ。え、なんか見たことないリュック。はい。なんか、え、ブラだ。そうですよ。え、ちょっと待って。ブラだ。ちょっと待って、売れてるやん。プラダ持ってんの？はい。プラダ持ち出したやん。いや、これはおしゃれなジャケットも。え、見たことないジャケット。そうですよ。見たことない、もうボコボコのトレーナー。いや、正直、うん、はい。どうしたん？お前、ボコボコやん。結婚して変わったな。いやいやいや、これはね、あのね、東京でスタイリストしてる友達がわざわざ送ってくれたんですよ。醤油って書いてんの？醤油って書いてんの？ちょっと待って、それよりプラダがびっくり。これ、いいブランド。なあ、え、待ってください、ちょっとプラダ、びっくりやな。プラダや、プラダ。俺も今、さなえちゃんに言われた、初めて気づいた、プラダや。これはね、ほんまに俺20年ぐらいずっと欲しかった。え、ずっと欲しくて、ずっと買いたくて、で、まあ、正直これ、前の型を俺はほんま欲しかったんやけど、それがちょっとなくなっちゃって。自分で買ったんですか？自分で買いましたよ。え、おいくらですか？いや、それはもう20万ぐらいしたよ。マジで？え？え、じゃあこれ最新のモデルってこと？一応最新モデル。すごいね。最新というか、はい、ちょっとよくわからんけど。え？でも、もうこれはもう買おうと。だから、1年に1万円貯金したと思おうと。うんうんうん。で、20年経ったから、もうよっしゃ、ほんならもう買うぞって。え、20年なんて何歳ですか？何が？何歳になるんですか、20年経ったら。20年経ったら、僕はだから40ですよ。だからこんなんなりながらも、こう、リュック背負ってるってこと？いや、違うやん、だから20年後こんなんなって。違うやん、違うやん。プラダの杖持ってな。金持ちやねん、そんなの。すごい。それやったらええわ、別にプラダの杖持ってる。え、すごい。いいでしょ、これ。え、20万ぐらい。ちょっともっとこう、上げて見せてよ。見せてくださいよ。どうですか？うわ、かわいい、欲しい。いいやろ、これ。光ってるね。あー、紐無駄に長いな。そうですね、それがプラダっぽいんですよ。すごいな。シミ兄が言ってました、これがプラダやつ。そうなんだ。長いやつがね、いいでしょ。いい、ええやん。いや、女子でも似合うと思ってたら、してますよ。うん、嫌やな、パソコン。なんで？なんで？背負ってみてください。あ、いいよ。最初何でも似合うからね。ああ、いいや、いいや。ああ、もう、あ、モデルさんや。あ、めっちゃいい。あ、いいですね、バンズがよく日本に似合いでね、これ。こんなくねくねする見せろなよ、鎖骨な。鎖骨何見せんの？あ、いいですよ。あ、いいですね。いいですね。めっちゃいい。楽しんどるやないか、ほんで。え、欲しい。軽っ。あ、そんな軽いんや。なんか、プラダって、全部が革じゃないじゃないですか。そう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 。だから、ビニール。ビニールっていうか。あ、ビニール？なんかちょっとプラダ変わるらしくて、なんかこのリサイクルビニールみたいなのを使うんですって、今度から。軽い。でもこれは、いや、これはその前の。まだそれ使ってない、ちょっとパリッとした形のやつなんで。ほんでよ、中身よ。中身何？中身？財布よ。こんなリュック持ってたら財布。お前財布なの？それ高価なもの使ってやろ。財布はそこに入れたら取られんで。もっと奥に入れとかないと。財布2つあるんですよ。財布2つある？そう。え、もしかして小銭入れと？小銭入れと普通のこのちょっと大きめの財布。え、ああ、クロムハーツ。クロムハーツです。めちゃめちゃ高いな。切ってんな。でもこれはちょっといただくもんです、正直。あ、いただいた、クロマーズ。いただきました。めっちゃええやん。これはいい。だから俺ずっと使ってるんですよ。確かにね、この財布ですよ。なあ、これ高いと思う。中身はそんなない。で、俺がこれ今使ってる、こっち、うん、かわいい。何のやつ？これね、あれですよ。知らんのか。イルビソンテ。イルビソンテ。何か名前聞いてるの？なんかアパレルとかでちょっと横に置いてる革のやつですよ、ね、そうそうそう、革のやつです。革専門みたいなやつね。すごい。でも結構高いの。え、なんかめっちゃ生きてますね。いや、生きてはないよ。プラダを持ち出しましたけど、ね、これ私さりげなく、どこやったっけな。あとお箸4本出てきました。うわー、なんかお箸にあんねん。ねえな。以上です。嘘つけ。ほんま全然ないやん。ほんま、もう入ってない。え、ほんまや、全然入ってない。ちょっとね、今日、うん、劇場初日で、はい、全部荷物を楽屋に置いてきちゃったんですよ。あ、そうか、継承道具とかな、全部置いて帰る。継承道具見てほしかった。あ、ほんまや。女子より揃ってるんですよ、うん、そうや、それ言うといてくれんと。こんなタイミングで。さなえちゃん、ちょっと見せなさいよ。え、罰や。見せましょうか。 YouTube 揃っとるから。なんで YouTube 揃ってたの。
カバンの中チェックや。見せてもらいましょう。いや、背負わんでええねん。あ、これ、いいやつじゃないですか、これ。これもいいやつですよ。バレンシアガ。バレンシアガ、高いよ、これ。バレンシアガね。買ったんもん、それ。もらいました。もらったんだ、ええよ。2年前の誕生日です。あ、いいよ。だから私、2年使ってます。うわぁ、物持ちええね。はい。で、私は1回ここに、竹雄さんみたいにここに入れ財布を入れてたんですよ。はい、入れてました。スリにあったことがあるんです。マジで？はい。そこに入れてた。30万ぐらい使われてたことがあるんです。うわ、ここに入れてたらなくなったんで、もう私はもうめちゃめちゃ多く入れてます。なるほどね。ペンケース。急にダサ。ペンケースダサ。ちょっとペンケース映させてください、皆さん。ペンケース。じゃあもう1個。もうええって。なんでネタ見せんだよ、天狗ちゃん。刑事、アフターファイブにてアルゼンチン単語というセリフがだんだんと下ネタに聞こえてくる2人の会話。チャンネル登録もよかったらよろしくお願いいたします。みんな鉄郎でございました。